いわき光秀は、日本の政治家、自由民主党所属の元参議院議員。法務大臣、内閣官房副長官、国土交通大臣政務官、参議院議員運営委員長、自由民主党参議院政策審議会長、いわき市長、福島県議会議員、いわき市議会議員等を歴任した。いわき光秀で福島県いわき市生まれ。 藍住里町で幼少期を過ごし、町、立ち置小学校に入学したが、父の転勤のため1日だけの在校で、小野町立小野新町小学校に転校した。岩き市立小名浜大二中学校、福島県立岩き高等学校、上智大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、サントリーに入社する。1974年、父親の死去により、 出身地の岩き市へ戻り、警備員等の職を経て、学習塾を経営。1979年、岩き市議会議員補欠選挙に出馬するも落選した。翌年10月の岩き市議選で、初当選し、市議を2期6年務める。1986年8月、2期目の任期途中に、市議を辞職し、福島県議会議員に当選。九百九十年に、 福島県議に再選されるが、中田武尾岩木市長の急病を受け、公示直前に、急遽岩木市長選への出馬を表明。10月の選挙で、元日本社会党衆議院議員の上坂昇を破り、当選した。1994年、岩木市長再選。また、全国青年市長会会長も務めた。2期目の任期途中の1998年。 いわき市長を辞職。第18回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で福島県選挙区から出馬し、得票数2位で当選。この選挙では自民党は現職の佐藤静雄いわきの2人を擁立したが、野党系無所属の佐藤雄平がトップ当選し、佐藤静雄は落選した。2002年、 第一次小泉第一次改造内閣で国土交通大臣政務官に任命される。2007年8月、第一次安倍改造内閣で内閣官房副長官に任命され、福田康夫改造内閣まで務める。2011年10月、中曽根博文自由民主党参議院議員会長の下で参議院政策審議会長に起用される。2012年より、 参議院議員運営委員長。2015年10月7日、第3次安倍第1次改造内閣で法務大臣に任命され、初入閣した。法務大臣就任後、靖国神社に参拝した。2015年12月18日、2011年に神奈川県川崎市のアパートで3人を殺害し、裁判員裁判で死刑が確定した死刑囚を含む、 死刑囚2名の刑を執行した。裁判員裁判による死刑判決が確定した死刑囚は7名いるが死刑が執行されるのは初。2016年3月25日、警察庁広域重要指定122号事件と、久留米看護師連続保険金殺人事件の死刑囚2名の刑を執行した。2016年の第24回参議院議員。 通常選挙において、福島県選挙区より立候補する者の,の野党、統一候補のマシコ・テルヒコに敗れ落選。2019年の第25回参議院議員通常、選挙に向けては、自民党公認の比例代表候補として、立候補する意向を示していたが、2019年4月、党の公認を得られないことが決まり、立候補を断念した。2005年、 いわきが代表を務める自民党支部及び、いわきの資金管理団体が、50万円分のパーティー券を購入していたコンサルティング会社から依頼され、受領した50万円をパーティー券収入ではなく、寄付に訂正して、政治資金収支報告書に記載していた。いわき自身は2007年9月1日に、首相官邸で記者会見し、虚偽記載については否定した。ありがとうございます。